こんばんは、入山明子です。3月28日今日は沖縄を渡りして関東に帰ります。これから飛行機に乗る今、那覇空港でこの日記をお話ししています。23日から今日まで時間が経つのが早いような、そしていつもと違う時間が流れ、時に涙し、皆様に励まされながら予定通りのスケジュールをすべてこなすことができました。今日は遠いところに行かれた涌井社長の旅立ちの日、ご家族とお別れをなさっている、そう思いながら今日もラジオに出演、精一杯の自分なりの PR をお話しさせていただきました。コロナはいまだに猛威を振るい、全国全世界でもまだまだ注意をしなければならない状況です。安心して安全に楽しめるように、自身の持っているノウハウと自分自身も気をつけることと、それでも歌を通しての素敵なご縁をつなぎながら、これからも気をつけながら毎日暮らしていきたいと思います。今日は池袋の5番街さんに野崎さんが行ってくださったようです。そして涙の桟橋さんも行ってくださったとインスタグラムでご報告がありました。沖縄でお世話になったともさん、そして吉野さん、たかちゃん、めぐさん、皆さんのパワーに、そして心を寄せてくださった対応に癒されました。そして慰められました。遠くからもたくさんのエールをありがとうございました。さあ、明日も元気にお会いしたいと思います。それではおやすみなさい。